岡田啓介は日本の軍人、政治家。最終階級は海軍大将。英天は正二位、訓一投降三級。田中義一内閣で海軍大臣を務めた後、斉藤内閣でも海軍長老として海軍大臣を再び拝命して天一号事件後の騒然とした海軍勝負内を収めた。その斉藤内閣が瓦解した後対面効果を受けて、 内閣総理大臣に就任、岡田内閣では一時宅務大臣と定審大臣を兼任している。2.26事件で反乱軍に襲撃されたが、議定で秘書官を務めていた松尾伝蔵が身代わりとなり、奇跡的に難を逃れた。総理退任後も重心としてたびたび数期に預かったが、第二次世界大戦中は登場内閣打倒を、 自らの責務と捉え当格運動を主導した。晩年に口述した岡田圭介介子録はこの動乱の時代を知る上での貴重な資料となっている。年譜も参照1868年、福井藩士、岡田紀藤太と妻春の長男として生まれる。1884年9月、旧正福井中学を卒業。翌年1月に上京し、一時上級学校進学のために、 須田学者や、教立学校などの受験予備校に在籍したが、学士の援助を受けていたことを心苦しく感じ、学費がかからないところとして、市範学校系か陸海軍系学校の受験を決意、陸軍士官学校受験に志望変更した。受験に必須であったドイツ語を学ぶため、当時陸士の予備校であった、陸軍遊飛学校に入学したが、当園の海軍士官に勧められ、 海軍兵学校に入校した。1889年、海軍兵学校を卒業。同期には、小栗孝三郎、竹下勇、宝部兵、広瀬武雄らがいた。日清戦争に防護巡洋艦、何和文隊長として、豊島沖海戦、航海海戦、日露戦争では、総甲巡洋艦、春日副長として、日本海海戦、第一次世界大戦では、 第二水雷戦隊司令官として、人道の戦いに従軍した。1923年に、海軍次官。1924年に、連合艦隊司令長官。1927年に、海軍大臣となり、1932年に、再び海軍大臣に就任。その間、軍事参議官として、ロンドン海軍軍縮会議を迎え、軍閣による米英との戦争をは避け、 国力の充実に努めるべしという信念に基づき、海軍部内の取りまとめに奔走。条約締結を実現した。岡田内閣も参照1934年7月13日、総理就任を祝う家族と1934年、元老、西恩寺金持ちの創生により組閣の対面効果、内閣総理大臣となる。一時、卓務大臣、定新大臣も兼務した。 斉藤実のるの後継として、中間内閣を組織するが、立憲政友会は入閣した高橋惚歴よ、床並武次郎などを除名し、対決姿勢に回ったため、立憲民政党が与党閣となる。在任中に天皇帰還説をめぐる問題が起こり、岡田内閣は帰還説支持と見られたため、岡田内閣党閣を狙う陸軍の行動派や、ミノダム劇など、 平沼木一郎周辺の国家主義勢力からも攻撃されることになった。1936年岡田は最初と二度目の夫人に先立たれ、この時は独身でしかも生活は極めて貧しかった。岡田は妹婿、松尾伝造大佐と二人で首相官邸に住み込んだ。官邸では自分たちの食事も、女中の食事も、弁当でまかない、炊事は一切やらなかった。 この当時、首相の月給は830円であった。岡田はそのうちの約半分430円で一切の生活費をまかない、残りは首相の小遣いとなったという。岡田と議定、松尾伝蔵岡田は帝国海軍時代、艦隊勤務では最も厳しいと言われる水雷艇乗りだった。海軍水雷学校校長も務めている。 だからこそ耐えられた官邸生活だった。岡田は前任の斎藤実に比べ政治力は弱く、古巣の海軍内でも強硬派を抑えきれず、ロンドンワシントン領海軍軍縮上それでも軍部や右翼革新派は、岡田政権には斎藤の息がかかっていると見て、ことごとに揺さぶりをかけ、岡田内閣は苦境に立たされる。松尾伝造と岡田粘りが、 心情の斎藤に対して、岡田は、おとぼけが得意だった。天皇機関節を問題視した右派は、議会で岡田を攻撃した。日本の国体をどう考えるかと聞かれると、憲法第一条に明らかでありますと繰り返した。憲法第一条には、何と書いてあるかと聞かれると、それは、第一条に書いてある通りでありますと、人を食った答弁で切り抜けた。岡田は、そのたたかさから、 タヌキとあだなされた。吉田茂は岡田を国を思う大狸と評している。1936年1月21日に野党、声優会が内閣不信任案を提出。これに対し岡田は解散総選挙を実施。2月20日に行われた第19回総選挙において与党の民政党が逆転第一党となり、声優会は党首 鈴木木三郎が落選するなどの大打撃を受けた。その6日後、岡田は2.26事件で襲撃を受ける。2.26事件も参照2.26事件を報道する新聞各社の号外2.26事件初日、反乱軍は岡田の殺害を狙って首相官邸を襲撃した。反乱軍は岡田を殺害したと誤認したが、実際に殺害されたのは岡田の議定で、 秘書官を務めていた松尾伝造であり、岡田は首相官邸の中で女中部屋にかくまわれていた。詳細は松尾殿造2.26事件での死を参照岡田の生存を察知した秘書官の福田公、佐古水久常は憲兵総長の小坂圭介らと提携し、首相官邸を占拠する反乱軍の監視の下首相官邸への聴問が許可された際、 消問客の出入りに紛れて、岡田を救出する作戦を立て、これが成功して、岡田は、首相官邸からの脱出に成功した。2.26事件で前任の斎藤、片腕と頼む増殖、高橋惚歴よ、規定の松を失い、岡田の受けた精神的ショックは大きかった。当時の状況から見て、 岡田に責任が全くないことは明白であったが、頼りとしていた増殖と目打ちを一挙に失ったことに、対し、強い自責の念に駆られていた。事件後、昭和天皇に廃越したと1936年3月9日、岡田内閣は、総辞職した。重臣時代の岡田その後の岡田は、2.26、事件の痛手から立ち直り、 自国の破滅を意味するアメリカとの戦争を避けるために、当時、生存していた海軍軍人では最長老となる自分の立場を使い、海軍の後輩たちを動かそうとしたが、後続軍人である、伏見宮広康王の意向もあって、思うようにいかなかった。1940年以降は、重心会議のメンバーとして、首相総選に当たっている。開戦後の岡田は、大本営参謀の長男、 佐田とも、大倉省総務局長で女性の佐小水久常、ね、参謀本部部員で、松尾伝蔵の女性の瀬島隆蔵の3名と、岡田宅で月に1回ほど会食するのを例として、他の重心に比して、戦況の推移の情報を常に得ていた。1943年の正月には、ミッドウェイの敗退とガダルカナルの戦いの、消耗戦での兵力のすりつぶしでもはや、 太平洋戦争に勝ち目はないとみて、和平派の重臣たちと連絡を取り、当時の東条内閣打倒の運動を行う。若月玲次郎、近衛文馬炉、世内光政、またかつては政治的に対立していた平沼喜一郎といった重臣たちが岡田を中心に、半登場で提携し始める。東条内閣当閣の流れは、マリアナ沖海戦の大敗により決定的となった。 岡田は不評だった、海軍大臣、島田茂太郎の責任を追求、その辞任を要求、東条内閣の切り崩しを狙う。東条秀樹は岡田を首相官邸に呼び出し、内閣批判を辞長するように要求したが、岡田は激しく反論し、東条は逮捕公金も辞さないという態度に出たが、岡田はびくともしなかった。岡田は、宮中や閣内にも当格工作を展開、間もなく、 サイパンも陥落し、東条内閣は、総辞職を余儀なくされた。東条内閣当閣の最大の功績は、岡田にあると言って良い。さらにその直後、現役を退いていた、和平派の与内三政を現役に戻し、小磯内閣の海軍大臣として、政治の表舞台に復活させ、終戦への地ならしを行った。一方で1944年12月26日には、 息子の貞友がマニラの戦いで戦死している。1945年2月、天皇は重臣を二人ずつ呼んで意見を聞いた。岡田は、終戦を考えねばならない段階であると明言。ただ、きっかけが難しいとも述べた。後に、昭和天皇は、昭和天皇独白録の中で岡田と、元内大臣、牧野信明の意見が最も温当だったと、回想している。 小磯内閣大臣の後は、鈴木貫太郎を主犯に推挙、佐古水久常を内閣書記官長の職業し、和平に全力を尽くすことになる。鈴木と岡田の関係は常に密接で、鈴木内閣の和平工作には常に岡田の考えの支えがあったと言われ、鈴木内閣は岡田内閣と新聞が書いたほどだった。岡田は、ポツダム宣言受諾決定の午前会議の模様を、 サコミズから聞いて、私には、陛下の苦しい、お気持ちが手に取るようにわかる。鈴木だから陛下にご清断を頼むことができた。他の人ではできなかったと涙をこぼし、サコミズに、私たち軍人が幸福を決意する気持ちは、お前のような軍人でない人間には決してわからない、ことなのだぞと叱るような口調で悟したという。戦後。 極東国際軍事裁判で主席検察官を務めたジョセフ・キーマンは、岡田と、与内光政、若月玲次郎、宇垣一世の4人を、戦前日本を代表する平和主義者と呼び、彼らをホームパーティーに招待して艦隊している。公職追放を経て、1952年3月4日、追放解除。同年四月十八日、サンフランシスコ平和条約が発効し、 GHQ による占領が終わった。岡田は日本の主権回復を見届け、同年10月17日に死去。去年85、佐古水久津は女性。2.26事件では首相秘書官として岡田の救出に当たった。終戦時には鈴木貫太郎内閣で内閣初期官庁を務めた。戦後は参議院議員として、 経済企画庁長,長官や郵政大臣を歴任した。改装機、機関重課の首相官邸がある。誕生生中は、ザコミズ・ヒサツネの重邸。不評注意。2.26事件での指導的役割が、軍法会議で問われ軽視した。松尾真一は、松尾伝蔵の長男。2.26事件の前年まで2.26事件に、加わった、麻布第三連隊の中隊長だった。 その妻は、佐水久常の妹である、瀬島隆三は、松尾伝三の女性。1941年7月から1945年7月まで、太平洋戦争のほとんどの期間を、大本英陸軍部参謀として勤務した。2.26事件で暗殺された、高橋小暦夫は、若き日は、教立学校の英語教員を務めており、岡田の恩師でもあった。 ジョイジョ君記念賞外国勲章廃用隠居。ありがとうございます。